Barbara Streisand。さあ、トライブゲストコーナーです、はい、このコーナーでは飛ぶ鳥を落とす勢いのゲストさんを招きしてホットなトークをお送りしたいと思います、はい、今夜のゲストは現役高校生次世代ガールズユニットアイスクリームのルイさんです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんばんは、アイスクリームのルイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、高校生大人っぽいですね。めちゃくちゃ大人っぽいですね。はい、ではまずは紹介からいきましょう。はい、それではご紹介させていただきます。はい、アイスクリームは2018年 LDH プレゼンツザ・ガールズオーディションでエントリー総数約1万人の中からグランプリを獲得したルイさんと、はい、ファイナリストのユナさん、ひなたさんの3人で結成されました、はい、次世代型ガールズユニットとして2021年6月に Maybe Yes EP でメジャーデビュー、うん、今月9月3日にセカンド配信シングルひまわりをリリースされたばかりです。はい、ということで、はい、すごいですね。そうですね、ルイさん、そして、はい、アイスクリームさんがなんですが、うん、60トライブ初登場ということで、はい、初めまして。初めまして。初めましてです。改めてちょっとなんか簡単な自己紹介の方をお願いしてもいいですか。はい、改めましてルイです、私は高校3年生の17歳です、うん、出身地は愛知県の名古屋出身で、うん、高校生になるタイミングでこっちに東京に上京してきて、うん、今こうしてデビューをさせていただいています。好きな食べ物は、うん、そうめんが好きです。そうめん本当に好きで、季節的に限定されてきますけどね若い頃俺そうめんすげえ嫌だったけどね。私はでした実家でそうめんしか出ねえみたいなので、なんか嫌な、今大人になってそれが一周してすげえ好きだけど、あ、そうめんが好きなんですよね。こうだから年中とは、はい、季節問わずっていうんですか、うん、食べますね。へえ。なんかでも今そうめんがなんか YouTube でちょっとバズってるよね。そうなんですか。茹でないけどすげえ。茹でるなみたいな、ちゃんと見てないんだけど。いや、めっちゃバズってんな。すみません、あの粉感残った乾麺で食べるってことですか。あるか、じゃあ見てってみんな。すげえなんかうまくなる、はい、あるらしいの、茹で方なのか分かんないけど、ちょっと気になりますけど、一旦そうめん置いといて、ルイさんゲストそうめんじゃないですか。ルイさんにいろいろお聞きしたいんで。そうですね、そこじゃなかった、まず、はい、ルイさんがそのオーディションに応募したきっかけとかって何だったんですか。そうですね、もともと、はい、あの小さい頃からアーティストになりたいっていう夢があったので、はい、それでこう LDH が運営している EXPG というダンススクールがあるんですけど、そこにずっとこう e-girls さんだったりとか EXILE さんに憧れて入っていて、うん、はいはい、の時にこうオーディションがあるっていうのが聞いたので、うん、これはこう受けるしかないと思って、こうこれでグランプリをいただけたら、まあ所属ができて、うん、まあ、デビューだったりとか、うん、こう活躍につながるっていうことだったので、うん、こう頑張ろうと思って受けたら、うん、こうグランプリをいただくことができて、応募総数約1万人の中からグランプリですよ、ね、でやっぱ LDH のそういうね、うん、オーディションとかだから、うん、やっぱダンスとかそういう歌とかに自信あるバッキバキな人がみんな撮ってくる、うん、そうですよ、みんなすごいです。そうそうたる人たちが、はい、もう全国から集まってこうどん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 こうなんていうんですか、審査ごとに人数が絞られていくわけじゃないですか、うんうん、こう周りのこう可愛い子とか、うん、こう歌がうわダンスうまいなってこう見て、うん、まさかとは思ってますね、うん、いやそんな中でだからグランプリになったってことですけど、はい、その時の心境ってどうだったんですか、ね、あの最終審査が11人だったんですよ、はいはいはい、で最終審査の時は合宿審査もあって、うんはい、1週間ぐらいこうもう山の奥のこういうなんていうんですかね、山小屋みたいな、合宿をするんです、うん、でリアルな合宿だね、修行だねもね、なんか座禅とかも組むんですよ、精神統一だ。そうなんですよ、朝もう5時ぐらいに起きて、はい、その合宿者から、はい、あのお寺までみんなでランニングして、うん、座禅組んで30分ぐらいでご飯食べてみたいなのをしたりとか、まあ、トレーニングとかが主にな、うん、あのパフォーマンスの練習が主になんですけど、うん、なのでその11人でやっぱどうしてもこう受かりたいというか、うん、よりチーム感のある人数で合宿をしてたからこそ、うん、そう思ってたので、うん、こう最終的にグランプリになったのは2人、私ともう1人の子がいて、うん、2人だったんですけど、はい、すごい複雑というか、うん、ああ大丈夫かなっていう。そうか、一緒にね共に戦ってきたから、うん、申し訳ない気持ちも芽生えてきたんだね。そうですね、が大きかったですね、うん、すごいな、うん、憧れてた先輩とかっていらっしゃったんですか。そうですね、やっぱりその当時は e-girls さんがすごいこう、はい、メディアで活躍されていた時だったので、うんうん、そこを目指して入ったわけでしょ。そうですね、うん、みんなの憧れ、女の子の憧れはやっぱりそこだったんじゃないかなって思いますね、うん、なのでこう実際に
こう所属をさせていただいて、うん、デビューさせていただいてから、うん、同じ事務所の、うんまあ、男女問わず先輩方から、はい、こう SNS とかでこうおめでとうとか、うん、こうリリースした時に、うん、こういい曲なんで聴いてくださいっていう風にこうストーリーとかで、うん、こう載せてくれる先輩がたくさんいて、その時になんかすごいこう生徒の時は、はい、スクールの時はこう憧れの方だったんで、うん、やっぱりこうなんかすごいことだなっていう風に、自分本当にここ入ってきたんだっていうね、実際にその方たちにこう祝ってもらえるっていうのは、うんうん、というか自分を知っててもらえてるっていうのはすごく嬉しいというか、ね、はい、すごいことだなって思いますね、うん、はい、今日は、はい、ゆなさん、ひなたさんはいらっしゃってないんですけど、はい、そのお二人のメンバーについてもちょっとどんな方なのか知りたいなと思うんですけど、そうですね、はい、一言で表すのは難しいんですけど、ゆな、はいはいはい、はまず私と同い年で高校3年生の17歳で、はい、大阪出身なの で、ね、あの大阪弁がすごく特徴的で、であのアイスクリームの中で一番身長が低くて、はいはい、多分151センチとか152センチなんですけど、なんか天然なんですよ。なのでよくメンバーからは、はい、あ、でなんか絵文字のマークがそれぞれあるんですけど、はい、私はバラで、うん、ユナがひよこなんです、はい、なのでってわけじゃないんですけど、はい、みんなからよく珍獣って言われてます。なんか珍しい、なんか新しい新種の小さいおっちょこちょいの生き物を見てるみたいっていう風にマネージャーさんとか、それこそひなたかなとか、なんかちょっとマスコットキャラクターじゃないけどね。そうです一言で言うとマスコットキャラクターがユナだなって思いますね、うん、でも当初はこれを言ってる時にユナはいやそんなことないやみたいなことを言ってたんですけど、うんうん、なんかもう慣れてきたのか、はい、最近はマスコットキャラクターって言われてもなんかちょっとへえまんざらでもなくなったんだね最近ね。本人もしっくりきてきてるのか分かんないですけど、はい、受け入れたんだ。なんかもうそういうキャラになってきて、ひなたは、はい、そうですね、1個下で17歳になったんですけど、はい、そうです、今高校2年生で宮城県出身なんですけど、うん、はい、そうですね、末っ子なんですけど多分一番しっかりしてます、うん、まあ、ユナがそういうひやっこキャラっていうのもあって私が一番年上なんですけど、はいはい、まあ、でも全然ひなたの方がこうしっかりしてるキャラとかがあって、ちゃんとしなきゃと思ったのかもね。そうかもしれないですね、ちょっとごめんなさいって感じなんですけど、うん、でもファッションリーダーです、アイスクリームの、うん、なのでこう SNS とかこうなんか衣装、うん、舞台とかに出る時の衣装とかも、うん、こうひなたがこうヒットとなって、うん、こういうカラーにしようとか、うん、こういうのが可愛いんじゃないっていう風にこう提案してくれたりとか、うん、すごい明るくてポジティブなので、うん、ムードメーカーでもあるんだね。あ、そうです、うん、そうです、ムードメーカーですごい場を盛り上げてくれるので、うん、頼りがいのある末っ子です ね、 ね、今度はね、はい、3人揃っての、ね、うん、スタジオ待ってますよ、お願いします。今衣装の話もありましたけど今日ね、下本さん、いやなんか私すごいこの番組で私服をいじられるんですけど、この今日もオープニングでいじられて、いや私今日すげえの着てるなって言うんだろう、なんかパーカーの丈がもう超絶短いみたいな服着てるんですけど、これはあのあれなんですよ、アイスクリームさんのデビュー曲のあのメイビーイエスっていう曲のミュージックビデオでルイさんがこれのなんか黄緑の同じような形の衣装着られてたから今日はあの肯定してくれる味方が来ると思って着てきたんですよ、はい、覚えてます、自分も着てた、覚えてます、ちょっと今鳥肌が立ちました、うん、まさか知ってくれてるとはと思ってね、話聞いてる時は途中までなんか他人事だけど途中で切り替わおみたいな瞬間見えました今、まさかまさかと思って私も着てたみたいになってね。でも日向も、うん、あのリハーサルとかのこうダンスのレッスン着に来てます。あ、ほら、そうなんだね。ほら、土屋さん。すっごいなんかおかしいみたいにいじってくるんですよ。もうこれが、今時の女子の意見ですから。そうですけど。受け入れてください。ミュージックビデオとダンスのレッスン着を、あなたは私服で着てるわけですから。でも、日々歩いてる時もダンスレッスンみたいなもんじゃないですか。それはなんかよくわかんない、名言っぽいけどいつでも踊れるわけですね。なんかよく聞こえますね。かっこいいけど言ってることは、ね、そうなんですよ。よかった、うん、アイスクリームさん来るということで今日来てきたみたいな、はい、ありがとうございます。恥ずかしいな。アイスクリームさんはですね、はい、1月11日に行われた、デビュー記念ライブ、うん、アイスクリームデビューオンラインライブショーケースを行われたんですが、はい、うん、こちらいかがでしたか。そうですね、やっぱ初めてのライブということで、うん、私たちもすごく緊張してましたし、うん、そう、なんていうんですかね、本当に初めてっていうのもあったので、はい、こう周りの皆さんからのこう、うん、いい意味での期待というか、そういうプレッシャーもこう受けつつ、うん、まあ、それに応えられるパフォーマンスをしなきゃっていう思いで、うん、
こう本番までまあ約1ヶ月間こう作り込みの期間があっていろいろこうやったんですけど、うん、でも実際終わって SNS とか見てみたらすごいみんな良かったよっていう風にすごいこうなんていうんですかね、いい感想がたくさん見ることができて嬉しかったですね、うんうん、やってよかったと、ね、はい、めちゃくちゃかっこいいです。これ、ね、昨日 YouTube にダイジェストとかも上がってて、はいはい、数曲何日か前とかも上がってるんですけど、もうめっめっちゃかっこいいし、もう歌も上手で、ダンスも上手で、ありがとうございます。うちらより年下なんて思えないよ、皆さん。本当にめっちゃチェックしてくださって、ね、本当にかっこいいんで、ちょっとね、うん、リスナーの皆さんもぜひチェックしていただきたいんですが、うん、何よりも大事なお知らせがありますね。うん、はいはい、9月3日にセカンド配信シングル、うん、ひまわりをリリースされました。ありがとうございます。ありがとうございます。ひまわり。はい、はい、こちらはミディアムバラードの楽曲になってるんですが、うん、最初に聞いた時の印象はいかがでしたか？そうですね、ミディアムバラードとあるように、はい、こうデビュー作の時はすごいポップで、うん、こうダンスの振り付けもあってっていう曲ばかりがこう EP として出していたので、うん、初めてのバラードを出すっていう、うん、しかもこうセカンド配信シングルでもうバラードを出すっていうのは私たちにとってもすごくこう大きな一歩というか、ちょっとチャレンジな、こうどうなるのかなっていう思いもあったんですけど、うん、はい、その初めてのオンラインライブの時にこのひまわりをリリースしますっていう風に発表して、はい、初歌唱させていただいた時に、うん、すごいこうひまわりが良かったっていう、ひまわりで泣いたっていう風に感想を聞いて、すごい安心しましたね、うん、あ、こういうアイスクリームも皆さんにとってこう、うん、受け入れていただけるんだというか、はい、こういいなって思ってもらえてるんだっていうのが嬉しかったですし、うん、私たちにとってもこうメンバーみんな 大事な曲というか、うん、こう私たち自身も共感できる好きな曲になっていますね。いや、この18、17でバラードでこんな薄っぺらくない重みがある、しっかりとなんか普通最近ガールズユニットもいっぱいあると思うんですよ、うん、うちらアイドルも含めて、はいはいはい、なんかダンスが得意なグループとかね、やっぱ最初のね、最初の見たらね、そのイメージあったけど、ミディアムバラードまで100でいけるのがもう歌のみできたみたいなね、ありましたよね。ちょっとこれはぜひ聴いていただきたいですね、うん、はい、この後もお話伺っていきますが、はい、ここで一曲お聴きいただきましょう。曲紹介の方をお願いします。お願いします。はい、それではお聴きください。アイスクリームでひまわり。絵の具が溶けた夕空、ちょっとずつ温度下がってく、聞こえる蝉しぐれさえも途切れ途切れて、盗んでるか
でひまわりでした。パワーアップウィークの60トライブ、この後も今夜のゲストアイスクリームのルイさんとお送りします。引き続きトライブゲストコーナー、今夜のゲストアイスクリームのルイさんとお送りします。はい、引き続きお願いします。お願いします。はい、この時間まずはお知らせ等がありましたらお願いします。はい、私たちアイスクリームは、先ほど流させていただいていたひまわりが、はい、9月3日にセカンド配信シングルとしてリリースさせていただきました。はい、そしてですね、明日、うん、9月8日、うん、8日ですね、はい、夜8時から、うん、YouTube にてこのひまわりのミュージックビデオが、うん、公開されます。うん、私たち初めての踊らないミュージックビデオということで、うん、はいはい、こう夏というテーマにかけて、うん、こう海での撮影だったりとか、うん、こういろいろこうひまわりのお花に囲まれていたりとか、こうひまわりっぽいこうより楽曲の世界観が伝わるミュージックビデオになっていると思いますので、うん、皆さん明日の夜8時、はい、ぜひ YouTube でご覧いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さんチェックしてくださいね。詳しいことは、ね、はい、ホームページ SNS 等チェックしてください。はい、はい、ではまたまたお話聞いていきましょう。はい、います、うん、今日はルイさんに、はい、今日のメールテーマ自分の好きなところについてお話聞きたいなと思うんですけど、はい、ちなみに私小野田沙織は自分の顔が大好きなんですよ。出してきた、本当に可愛いので、うん、もう自分のこういう大人もいるんだよってことを今日は知って帰っていただきます。いやいや間違ってないです。間違ってないんだ。何かありますか、自分の好きなところ。考えてみたんですけど、はい、私は何かなって思ったところ、はい、動物愛が自分の好きなところ。動物愛、はい、はい、なんかすごくワンちゃんが好きなんですよ、うん、まず実家で犬の黒のトイプードルを飼っていて、うん、なので幼い頃からずっと一緒にいるので、はい、ワンちゃんが好きですし、うん、家に一緒に寝るときにハグのぬいぐるみを抱えて一緒に寝るところと、うん、あとメッセージでスタンプとかがあるじゃないですか、はいはいはい、スタンプとかで犬とかカワウソとか、うん、ハリネズミとかの、うん、スタンプを自分で買って使っているところです。やっぱ絵でもやっぱメロメロ来ちゃうんだね。こうそうですね。なのでもし自分がアーティストの道がもし無理だったら、うん、トリマーになろうって思って。全然違う。ワンちゃんの髪の毛、髪の毛じゃない、毛を切ろうって思ってました、うん、はい、そうなんだね、それだけ好きなんだね。そうですね、でも、うん、こんな歌うまくて、うん、ダンスも上手で、うん、で顔も可愛くておしゃれな方が、うん、動物愛を自分の好きなとこを聞かれて言うって、うんうん、サオリン年下だよこれで。この機会にあなた見つめ直しなみたいな。いやいやいや、いいんですよ。でも素敵ですね、動物愛、ね、ありがとうございます、ね、うん、はい、そして続いて、うん、じゃあ、うん、いいですか。はい、いいですよ。なんか周りで流行ってることとか、なんかグループ内とか学校とか、うん、そうですね、年下だから気になりますよね。高校さんにも教えてあげてほしい。 JK の流行ってることです、ね、気になりますよ。JK っぽくはないんですけど、はいはいはい、私は3人とも焼き芋が好きで、はい、焼き芋、なんか意外な答えがめちゃくちゃ意外な。もっとなんていうんですかね、TikTok で撮るとかって言いたいなって思ってたんですけど、うんうん、そんなイメージです、うん、JK って撮るんですけど、はいはい、毎日のように近くのスーパーで、うん、さつまいもを買って3人でさつまいもを黙々と食べてる。いいですね。なのでやっぱ今秋じゃないですか、はいはいはい、秋の味覚でこうさつまいもとか栗とかが流行ってるので、こう期間限定でコラボでやっぱお菓子とかでも出るじゃないですか、はいはいはい、新商品が、うん、それを片っ端から買い集めて3人でこう食べてるっていうのが私たちの流行り。ちょっとようやく女子高生らしいの出てきた ね、はい、そうですね。お菓子が楽しみなんだね、栗とかのね。あ、そうです、美味しい、ね、秋美味しいからね、はい、そうか、だから逆にさ、だからその、うん、当たり前になってんだろうね、 TikTok で流行ってるようなことだから、何が流行ってるかとかもそれが普通なんだろうね、女子高生からね、うん、うん、でもそう、もう秋になってきてますけど、逆に夏、はい、この夏の夏休みの思い出とかってありました、うん、なんか夏の思い出は、うん、はい、なんでしょう、あ、メンバーの日向が誕生日だったんです、はい、8月27日で、うん、ついこの間で、あ、そうですそうです、うん、なので夏っぽいかって言ったら分かんないんですけど、はい、メンバーの同じメンバーのユナと、はい、その日向の誕生日に何をしようっていう風にこう黙々と考えて、うん、携帯とかでサプライズの方法とか、うんうんうん、こう何をプレゼントするかみたいなのをこうひたすら考えたりとかして、はい、結果カウントダウンの8日前からカウントダウンの動画を撮って、うん、はい、当日には本当は
ケーキって、私一緒のところに住んでるんですけど、はいはいはい、なので12時にお祝いすることができて、うんうん、普通のバースデーケーキを出すと思うんですけど、うん、私たちが編み出した答えは、はい、親子丼え、ケーキ、うん、親子丼っていうのを編み出したんですね。編み出した、はい、編み出しまして聞きたい、じっくり。でも12時になるまでにちょっと間に合わなくて、あの白米に17のろうそくを乗せて親子丼って別にそんなに手込んで時間かかるものでもなくねえか。まず一方手前の親子丼ケーキで岸本はもう止まってるんですけど、親子丼ケーキはまず何で、本当は12時に、はいはい、日向をこうお出迎えするときに、はいはい、親子丼を持って17のろうそくを刺して、仕込みがそもそも1週間前からやってたよね。確かにそうですね。一週間何してたのよ、ちょっと。そうですね、まあ練ってたっていうことで、どうしようかなっていうふうに練ってたわけで、わ、うん、で結局白米ケーキというんですか、白米ケーキでお出迎えして、白米ケーキって言いません、ちょっと主役を待っててくれと、うん、もう主役をもう12時過ぎてるんですよ、はい、出る時にあのもう主役を待たせて、はい、部屋で今から親子丼作るからと上の具材をもう何メニューももう教えちゃうんですね。親子丼作るよ、向こうもうすうす気づいてるよ、今日誕生日って本人だからなんかやってくれんだろうな。そうですよ、だからその間本人は、何も見えないっていう設定のもと、うんうん、携帯で SNS でファンの方からのお祝いのメッセージを黙々と見て時を過ごしてもらったんですけど、そうなんですよ。でも平田がユナが作る親子丼が大好物で、そうなんだ、こういつも親子丼食べたい、ユナの親子丼が食べたいってずっと言ってるんですよ。なのでそれをもとに、うん、あ、じゃあケーキ親子丼にしちゃおうと思って、ふんじゃねえ、ふんじゃねえケーキを親子丼にしないでよ。さ、私たちもちょっと年下の子についていきたいんです。へえって言ったかもしれないじゃないですか。ついていかなくていいよ、そんなの流行んねえよ親子丼ケーキは。そうですね、だからこれが今の JK の流行りですって言いたいですけど、全然周りの子たちは可愛いケーキに、でしょうが、でしょうが、可愛いこう韓国で流行ってるようなこう、ね、セイルケーキっていうのが、可愛い色味のケーキで、まあ映えを狙ってるわけですけど、全然どんぶりのケーキ、ね、今の話聞いてその日向ちゃんがしっかりする理由がちょっと分かったわ。この人たちグダグダじゃねえかよって絶対思ってたって。そうですね、え、何何みたいな、知らないふりはしてくれたと思うんだけど、ね、多分、うん、なのでっていうのが、まあ夏らしいかを置いといて、そういうハプニング的なのがね、思い出としてはね、楽しかったです、これは、はい、いいですね、なんだこの話。親子丼ケーキ、これ結果作れなくてよかった。ぜひなんか好きな具材の丼をこうケーキに、あ、でも丼は決定なんですね。あ、そうですね、確かにな、同じ白なので、まあ、そうそう、お米でもいいかなっていう、はい、でもいいですね、いい思い出、いいな、え、なんか青春感はある。本当、私岸本のことを知ってくださってる方なら、うん、私がアイスクリームのような女子たちに一番憧れてるってことを、うん、分かっていただけると思うんで、ね、今日もめちゃくちゃ楽しみ、かっこいい可愛い女の子たち、そうです、そうです、うん、おしゃれでキラキラしてて、うん、でも思うんですけど、はい、やっぱ話してみたら年下の女の子感もしっかりあったんだよね。女子高生だったわ、うん、よかった、いろんな面が見れてよかったです、この短時間で、ね、はい、気づけばそろそろお別れの時間ということで、あっという間でございましたけどもね。はい、じゃあ最後にリスナーの皆さん一言お願いします。はい、こうして皆さんにこうラジオとして出演させていただいて、うん、こう話を聞いていただくことができてすごく嬉しいですし、こう今日を機に少しでもアイスクリームのことを知らないよっていう方は知っていただけたら、うん、そしてこのひまわりを聞いていただけたらすごく嬉しいです。私たちもこれからもっともっとこう大きなステージだったりとか、こう世界に行くっていう夢もありますので、その夢を叶えていけるように頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ぜひ皆さんチェックしてくださいね。この時間のトライブゲストコーナー、ゲストはアイスクリームルイさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に曲紹介をお願いします。それでは聞いてください、アイスクリームで Maybe Yes。
囲碁生プレゼンツ囲碁将棋漫才。